Thank you.
ご視聴ありがとうございます。何人の人を見てはるかわかんないんですけど、ありがとうございます。そうですね、では最初に自己紹介とこのイベントの、説明でもないですけど、名前ぐらい、はい、このイベントはですね、書道と音楽によるパフォーマンスになります。イベント、プロジェクトの名前は総員書士、奏でる音、書く詩ですね、感じです。はい、で、音楽を担当させてもらっているのは僕は金田昌司といいます。プロデューサーパウルさんです。はい、字の方を担当したのが吉澤太志、今回、2年ぶりにブラジルに戻ってきて、一緒に、今回のずっと何年かな、2016年6年ぐらいですね、からユニットで一応音楽と書っていうのを続けさせてもらって、今回もせっかく来るならと言って話をもらってまたさせてもらったんで、することになりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでですね、この今日素晴らしい場所を提供していただいたのはブラジルサンパウロにありますお寺ウシンさんです。はい、はい、総統主両大本山南米別院仏心寺の副住職田原良二と申します。この度はこのような貴重なパフォーマンスの場をご提供させていただくことができまして、仏心寺を代表しまして本当に光栄でございます。また今後とも、こういう場を提供していただいて、提供してきましてですね、我が手の方に対してそういうパフォーマンスの場として、仏心寺をどんどん活用していただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。では今回会場もらって説明を、はい、通訳、はい、はい、スーパー通訳にルシオ久保さんに本日はお願いします。お二人も、はい、とこの大変な中に、突然ブラジルに来ることになって、せっかく来るならということでさせてもらったんですけども、いろんな意味で小さな人間が動いてもいろんな波紋を投げかけたりとか、いろいろご迷惑とかご心配をかけたりする中でさせていただけたら本当にありがとうございます。Estamos em crise mundial, mas tive que voltar ao Brasil. E aí os meus amigos me convidou para participar deste evento já realizado há algum tempo com meu companheiro. E embora tivesse muitas dificuldades para realizá-lo, finalmente conseguimos estar aqui para apresentar os nossos trabalhos. Aqui gostaríamos de agradecer a todos.
今回書かせてもらったのは、ゲリラ雨移民大国漫画なるとさせてもらいました。で、いろいろ先ほども言ったけど、まあ大変なこの中で、その感じが、やっぱり自分の中で、まあ、ゲリラ雨とさせてもらって、でこの国、移民がたくさんいていろいろこう動いてきた中で今いろいろなことがまた起こってるっていう感じのことがあってきて、見てそのでながらもやっぱり自分のエネルギーをたくさんもらえるような国である、移民の国ブラジルに、マンゴーがなると、なんか、そのマンゴーがなぜこうなんて言うんでしょう、静かに世の中がなっていい、その当たり前にマンゴーがなるような、時がまた来るというのを、その意味を込めてさせてもらいました。O poema escrito diz o seguinte: primeiro, a chuva torrencial sobre o país de imigrantes. E lá, a manga cresce. É meu sentimento de solidariedade com o país que está sofrendo uma grande crise.Que eu resumi como uma chuva torrencial, uma chuva guerrilha. Desejando que este país venha a ter a paz que tanto necessita após a passagem, após o término desta crise, onde cresce pacificamente a manga na sua mangueira. É nesse sentido.Que quis apresentar o meu poema. はい。で、まあここに大きなマンゴーの木があって、ここに来た時に静かな感じを感じたっていうのは、とても今回の俳句に影響を与えたと思います。preciso completar que nesse espaço se encontra uma grande mangueira que de certa forma me inspirou e que trouxe também essa paz que tanto desejo para o que é um grande país. はい、僕は音楽を担当させてもらってます。羽田翔です。今回はですね、まあ今回というかこのイベントでは僕はまあ基本的に既存の音楽とか僕が作った音楽を演奏するんではなくてですね、全て即興で演奏しているんですよ。このイベントで演奏する時はですね、なんで今回は、まあ、太さんが書いたこの俳句に合わせて、僕が感じたこと、まあ、この場所も含めてですね、僕が感じたものを音にして表現しました。お願いします。Meu nome é Jorge Caneda. Eu sou encarregado da parte musical deste evento. Nesta feita, o que eu toquei não é nenhuma música previamente composta, nem minha, da minha autoria, seja da minha autoria ou seja de outro, mas sim.É uma total improvisação. Eu tentei sentir o poema, o haikai, que meu colega escreveu na parede, e que este poema me inspirou a criação daquele som que acompanhou a feitura desta parede. Foi assim que nós fizemos.E é que basicamente a nossa proposta como uma equipe, como um duo. はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、また引き続きこの、プロジェクトは続けていきますので、ご声援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。